今日のメインは神里彩人です。水のメインアタッカーをちょっと使ってみたいっていうのと、まあ、ヌビレット使うんだったら私もね、まあ、多分パーティーに草元素と、まあ、雷元素キャラを入れるので、全然クッキーシノブでもいいしね。今回はヒーラーとしてちょっとあんま使ってなかったから、ちょっと白術使ってお手軽超回化反応で戦っていきたいと思います。最近ちょっとタルタリア多かったんで、彩人ねなんで彩人最近使わないんですかってスパチャでめっちゃ怒られたので今日はちょっとその人のために彩人使ってます。武器モチーフ武器波乱月白グッズ生物剣闘士4です。まあ彩人は剣闘士4でシュシュって組めるのがいいですね。ということで、まあ、攻撃力2300あってめっちゃ高いし、ちょっと意識してます。その分 HP 低いですけどね、まあ十分でしょう。で、率ダメは率大体80、回心ダメ200ということで、まあ、80-200のいい塩梅だと思います。で、無凸ね、彩人無凸ね、だからみんなの彩人とほぼ変わらん。で、テンプレベルは397。まあ、アヤトはスキル最優先。爆発もそこそこ。素の通常攻撃はまあ、ほぼ上げなくていいかなって感じのキャラですね。まあ、アヤトはほんまにね、使いやすさが売り。スキル使って6秒間、通常攻撃を押しっぱでね、このめちゃ、かなり範囲が広くて、まあ、雑に強い、シャカシャカを使えて。まあ、だいたい無凸の人、星4武器、星3武器とかで7000ダメージぐらい出るかなぐらいのダメージで、ね。まあ、とにかく使い勝手がいいです。で、あとシンプルに水元素が強いので、まあ、あとは、まあ、白術で草元素つけてフィッシュル置いといたら超回化反応で、まあ、2万とかね入るんで、まあ、それが雑に強い超回化でね2万6000とか入るから、まあ彩人がメインでチャカシャカしてダメージ出していきながら、まあ、草元素と雷元素つけて戦えば螺旋も余裕です。白術です。白術はまあとにかく、まあ、武器は適当に持たせて、まあ、生物はなるべく HP 上げて、で、超回化反応を出していくので、今回は生物森林4セットですね。固有テンプで HP があればあるほど草関連の元素反応を強化できるので、まあ、HP 大体5万を目標にして、まあ、HP5 万まで上げてます。で、フィッシュルは、実はね、これね、超回化特化じゃなくてアタッカー型です。アタッカー型フィッシュル。武器は終焉弓なんですけど、生物は金メッキ4のゴリゴリアタッカー型で、スコア。44.9 かな、羽が 43.6、 時計 45.8、 高月雷バフの 48.1、 冠が 30.3 ということで、ゴリゴリのアタッカー型です。攻撃力も終焉入れば2000いくし、で、熟知もね、金メッキ4セットが発動したら熟知350で、終焉が発動したら熟知550まで上がるので、まあ、熟知550までいけば超回化もいいダメージになるし、まあ、当然激化でもダメージ出るし、素の雷の火力もちゃんと火力出せるという結構欲張り型ですね。火力型に終焉弓持たせてみたって感じです。まあもちろんここら辺の武器は強い武器いっぱいあるので、まあ絶弦とかでもいいしね、まあいろいろ試してみてください。であとはカズハです。まあ彩人の水元素を拡散しづらかったりはするんですけど、まあ雑に強くて走るスタミナ消費も減るし、まあ、もしかしたら螺旋やるかもしれないので、まあ、数入れたらね、自己利用がないので、数入れてます。いやもう、使いやすすぎるよな、このパーティー。だってもう、神里彩人使いやすい、白術使いやすい、フィッシュル使いやすい、数葉使いやすいだもん。このパーティー弱いわけないのよ。多分、あれっすね、ちっちゃい子、小学生ぐらいにこのパーティー、はい、やってみっつってやってもね、全然原神できそう。まあ、とにかく使いやすくて脳みその消費量が楽なパーティーになっております、うん、いいねかな。黄金は、あーまあフィッシュルはそうね、確かに一応フィッシュルで一番火力が出るビルドは今は黄金4セットが出て、黄金4セットだけでスキルのダメージバフ 70% 稼げるから、まあ、黄金フィッシュルは確かにやれるならやりたいよ私だってまだ黄金強いの全然ないんだよ。黄金4セットのフィッシュルとかアルベドとかヤエミコとかはやってみたいんですけど、なかなか満足いく生物揃ってなくて、まあ、それならもう雑に金メッキの方が強いですね、私の場合は。このヌビレットの素材がちょうどこいつら落としてくれるから、くれヌビレットの素材が欲しいんだ、倒させてもらうぜ。フィッシュルのクールタイムがちょっときつい。吸い込んで、あやとマジで使いやすいな。クールタイム6秒だから息切れしないわ。久しぶりに使うとほんまに楽。ナーイス。え、こんなとこに貴重な宝箱があるんや。あなたのためになったなら幸いです。あなたのためになったなら幸いです。薬も毒になり得ます。水主人公は水鉄砲、ヌビレットはハイドロポンプやな。アヤトは、アヤトは水流連打、最強最強最強
まあ確かに今のポケモンは水流連打めっちゃ強い刺さってるけどな、うん、アヤトはどっちかっていうと火力が出るキャラではないよ。だいたい7000ダメージぐらいな、何ダメージぐらい出てる？アヤトはだいたい今私モチーフ武器持ってるから火力出てるけど、まあ、アヤトに合う星4武器っつったら、まあ、そうね、黒剣とかかな。まあ、黒剣でアヤト使ってる人ってだいたいどれぐらいダメージ出る？7000とかじゃない？もうちょい出るかな、うん、まあ、でもだいたいアヤトを無凸で使おうとしたらだいたい7000ダメージぐらいが目安で、めちゃくちゃ火力出るってわけじゃないんだよな。ただまあその7000ダメージがすごい息切れしづらくて、まあ、ずっと安定して出せるし、あと水元素って一番強いので蒸発してもいい、凍結してもいい、感電してもいい、開花してもいい、超開花してもいい、烈開花してもいい。水元素が今原子で一番優遇されてるので、そらねまあ水元素を安定して供給できるだけで、まあキャラの評価は高いんですわね、うん、今の原神は水元素キャライコール当たりだから。あ、2万ダメージ出てるけどこれはカズハの力だね。カズハ抜きだったらどれぐらいかな、一回ちょっと切ってみるか。多分私だったら9000か1万ぐらい出るかな。え、アヤト使ってる人1万いく？アヤト使ってる人の目標は1万ダメージな気もするまあ目安はだいたい7000ね。アヤトってどんなキャラなんだろうっつって思ってる人はこれで6秒間ボタン、通常攻撃のボタンを押しっぱでシャカシャカして、ここで7000ダメージぐらいだいたい入るキャラ、うん、クールタイムは6秒で、まあ、実質的に持続時間6秒で、息切れする時間6秒で、まあ、その6秒間何もできない時間が出てきちゃうから、まあ、6秒って短いからね。その6秒の間に草元素キャラでスキル爆発、超開花反応を起こせるようにして、なんか吸い込んだりしたらちょうどクールタイム上がってるんでまあそら使いやすいわな、うん、クールタイムが、ね、短いのはほんまに使いやすくて、アヤト実装された時から ずっとアヤト使ってて気に入ってますっていう旅人は多いと思うな、うん、全然いいことだと思うわ。使いやすいキャラクターの方が癖強いキャラクターより評価高いんでね、結構使い勝手の面でね。いやもうよそ見しててもいいもん、アヤト使ってる時楽だ、うん、13000ぐらい出る。13000はもう星5武器とか1凸2凸の領域だと思うわ。これ私7100だよ、7600、8100。あ、まあそうね、波線効果が入って8000ぐらいかな。波線効果入って8800ぐらいですね私は、うん、まあでもこれ波乱月白仏の効果が完全に発動してるわけでもないし、まあまあ、あでも1万いくな、もう分かんねえわまあ7000から1万ぐらいかな。アヤトはほんまに使いやすさの塊です。ハランずるい、鉄緑飽きたえ、アヤトは別にモチーフ武器じゃなくていいよ。アヤト持ち武器がまあ確かに一番強いですけど、アヤトは一応ね固有テンプで元素スキルで波線効果ってのがあって、 HP の分だけさらに通常攻撃、あのシャカシャカのダメージが上がります。 HP ちゃんと使うキャラですアヤトは、まあ、だからまあハランでもいいんですけど、まあ、全然バンガンでもいい。バンガンは HP 増えるし、 HP の分攻撃力に変わるから、そうだからなんかハラン引いてもいいけど、バンガン持ってる人は別に全然引かなくていいなみたいな、これがハランの評価ですね。でさらにバンガン結録はね、アヤトが2凸するとさらに HP 上限上がったり、波線効果が4層から5層までかけられるようになって、さらに HP の旨味が増すので、アヤト全然バンガンでいいけどな飽きたのは知らんわ、うん、まあそれは任せるけど、うん、アヤトは全然モチーフ武器別に無理して引かなくてもいいなぁとは思いますね。世界97位の一凸少佐様か、カスカス無凸放浪者、どっちを貫突するべきですか？知らねえ別に自分の好きなキャラ貫突してくれよ、うん、一応アタッカーの中で貫突のスペックで言うと、少佐様ってアタッカー貫突の中のスペックだったらどうなんだ、刺されば強いけどな、そもそも貫突なんてしなくていいですけどね、うん、ただ貫突アタッカー同士で性能比較したら、少佐様はハマれば強いね。敵が2体以上いるような螺旋とか、まあ、そういう秘境の時じゃないと効果発動しないんですけど、1秒間スキル使いたい放題はやっぱ強いね。ただただ落下攻撃バシバシ振ってるよりも、DPS はなんぼだ？ 1.6 倍とかそんぐらいになるんだっけか。まあでも刺さらない時はとことん刺さらんからね。貫突した意味がないまであるからね。敵が1体しか出てこんかったら。で、放浪者の貫突は、常時 DPS1.4 倍なので、通常攻撃の DPS は。んで、あと風付着回数とかも多いからね。まあむちゃくちゃ強いね。放浪者貫突は螺旋短期できるってか、貫突で一番強い星5アタッカーは誰かっていう話になった時に、放浪者は一応候補になるので、今誰だろうな。貫突最強アタッカーで、1位になりそうなキャラって誰？放浪者。
リネが一番かもしれんな、今は。パーティーの編成を考慮しないのであれば。うん、リネか、放浪者か。パーティー考慮するなら、ハイゼンとか。かな、監督最強ギャラって言ったら。うん、まあまあ、新滝とかもあり得るしね。なんか、で、綾と監督もね、一応候補になるらしいんですよ。だからちょっと綾とも興味あるんですよね。復刻来たらちょっと綾との星座を進めるつもりなんですが。うん。まあこんなとこです。まあ監督好きな方にすればいいと思うけど、強さ考えるなら、さすがに放浪者かな。うん。ゲランではアタッカーな監督最強、アタッカーな。うん、あー、じゃあそういうのも抜きで監督最強キャラにする？いや、じゃあまず原神には役職があって、まあ、メインアタッカーとサブアタッカーとサポーター等みたいなのがあるのよ。で、原神はどっちかっていうとアタッカーよりサブアタッカーとかの方がぶっ壊れてるキャラが多いから、まあ、原神監督最強キャラは、まあ、ゲランだね。うん。アタッカーとかサブアタッカーとかいうくくり抜きにして、監督最強キャラは、まあ、ゲランだと思うわ。1位ゲランで、2位はヤエミコかな今も。1位イエラン、2位ヤエミコは多分まだ揺るがないな。うん、貫突最強キャラ。うん。イエランは、まあ言わずもがな。無突で、無突な時点で相当やばいのに。星座は全部強いしね。星座は全部間違いなく強くてどんどん火力上がってくるので、無突でもやばいのにね。ヤエミコは、あれっすね。無突の性能もまあ十分高いんですけど、まあ2突で火力 1.25 倍、射程爆増、3突で火力 1.2 倍、貫突で火力 1.4 倍みたいな。貫突ヤエミコは、ありえ、めちゃくちゃ広い範囲内に3万、3万、3万とか入るんで、まあ螺旋がね、放置ゲーになるね。で、なんか昔はね、3位が放浪者って言われてたな。貫突最強キャラランキング。そう、ここでアタッカーが入ってくるんやけど、今はどうやろうな。編成のこと考えないならリネが来てもおかしくないな。リネ、リネ、無凸スペックもすごいけど、星座やばいからね、どれも。まあいいことですね。このキャラクターはこういう条件下で最強みたいなキャラクターがいっぱい増えるのはいいことだと思うので。うん。まあ例えばリネはモノパイロでとか、アタッカー一人で、もう自分アタッカー一人だけの火力でってことを考えるなら間違いなくめっちゃ火力出るんで、やばいこういうテンプ持ってるから。まあね、炎キャラ3人いれば常に西洋ナブですから。えぐいんやな、これ。それのおかげで、まあ、貫突アタッカーの短期性能は、ぶっちぎり1位だと思うから。なんか、いろんな物差しで、こういう条件下でこのキャラ最強っていうのが増えてんのは、いいことだと思います。アヤト楽しそうだな。そう思ってもらえたなら嬉しいな。私はアヤト結構やること単調でシンプルだから、そんななんか、深いキャラだとは思わんけど、これ見て楽しそうって思ってもらえるなら最高だ。ぜひアヤト引いてくれ。君ならうまく使えるわ。アヤトはほんまにこの、楽なのがいい。あやとはマジで楽なのがいいです。しくじりようがないわ。でも低いダメージを連打じゃん。いや、その水元素の攻撃を安定してつけれるのがあやとはいいのよ。あやとはね、スキルの判定めちゃくちゃ広いんだよな。この斬撃範囲広くない？だから螺旋で出てきたモンスター、ほぼ全員に斬撃当たったりとか、ウェンティのか、なんかね、神里流の剣術ってね、あやとのさ、その神里流の剣術とか、あやかの神里流剣術って、悪空間判定があってさ、判定いかれてるんですよ、神里家の人たち。神里家の人たち、通常攻撃の判定、なんかいかれてるからさ、浮いてる敵にも当たるんですよ。神里流の剣術は、浮いてる敵にも当たる。どう見ても当たってねえのに、浮いてる奴らにさ、全部攻撃当たるからさ、判定強いっていうのも、まあでかいね。ストレスたまらんからね。あとちょっとで攻撃届かんかったのにみたいな、そういうストレスマジでないのは割とでかいかもしれん。神里流の剣術は次元を超えて命中する。ガノトトスさん。いや、ちょっと悪判定力学が生まれるかもしれん。どう見ても当たってないのに攻撃当たるからね。見ててくれ。ウェンティ使ってる時が一番わかる。爆発使って浮いてるねん、ここ。この浮いてる敵にね、攻撃、まあ、アヤと当たってるように見えるな。アヤカの銃撃が一ちゃんに不利の。これ全員に浮いてる敵に当たんねん、これ。アヤカの銃撃。まあ、横もそうなんだけど、特に上の判定がめっちゃ強くてね。なんか神里流の人たちは。後ろにいる虫にも当たってるからね、これ。この、こっちシャカシャカして。横にも当たってるし、奥にも当たってるしね。ここら辺ほんま使いやすさがあって。上級者の人も使うし、まあ、何よりも初心者の人におすすめできる理由かもしれんな。あやかあやとが。判定強い。ほんま強い。これは明確な強みなんじゃないか？判定の強さっていうのは。判定は大事よ。当たるか当たらないかってもう火力100倍変わりますからね。あやかウェンティいいな。あやかウェンティはちゃんと強いよ。ウェンティの爆発で敵固めて、そこであやかで固めて芝くみたいな。
ウェンティで固めてしばくっていうパーティー編成がモルガナなんですけど、なんかウェンティ、カン、リオナ、モナのモルガナパーティー。最近はあんま流行ってないですけどね。昔はもう上位陣みんなこのパーティーしか使ってませんでした。バージョン 1.4、1.5、1.6、2.0、2.1、2.2 あたりはもう螺旋使ってる人たち上位陣みんなこれ。まあ元祖凍結パーですよね。パーティー編成綺麗だしね。ヒーラーがいて、シールドも貼れて、氷氷風水、まあ、元祖凍結パーです。で、ここの関羽の枠を、あやかにするのも全然ありなんですよ。お願いいたします。うん、これもよく見るしね。実際使われてるしね、モルガナ。あ、だからあやかとベンティ相性いいってのはね、実際そうかも。あやかとベンティ相性いいよ。元素爆発暴風の目で氷拡散すれば、あやかの重い元素爆発15回復できるし、あやかベンティは、かなり相性いいな。フィッシュルって超開花強いの？あ、一応フィッシュルで超開花反応を離れてても怒ってるで。あ、一回見てみる？フィッシュルは確かになんか、超開花反応の起爆薬として、そんな有名ではないけど、全然フィッシュルで超開花怒ってるで。じゃあちょっと離れたとこにオーズ出すからさ、ちょっと見ててくれ。カズハで登る方が楽だな。カズハ強ぇ。やっぱカズハ最強だ。フィッシュルでオーズを置くやろ。で、草元素つけるやろ。で、水元素でシャカシャカして。おい、草原核生まれます。これ、超開花起こってるでしょ、ほら。2万1000入ってる。ワイのフィッシュルは今、アタッカー型で、一応終焉弓をおまけで持たせてるから。まあ、それでも、熟知なんぼ。終焉弓で200上がって、今ね、私のフィッシュルの熟知が、最大で550までいくんかな。で、それだけあれば、超開花で2万入るし、雷の火力もちゃんと出てるし、割と欲張り型やね。火力も出すし、熟知も守るっていう。で、ちゃんと超開花起こってたでしょ。全然いけます。さすがにクキシノブとかの方が全然使いやすいけど、全然いけるよ。このパーティー楽だね。だから、フィッシュル置くだけ。薬術は体力やばくなったらスキル爆発使うだけ。アヤトはスキル置いて、通常攻撃ボタンを押しっぱにしてシャカシャカするだけ。すごい楽。じゃあ螺旋いきますか。今使ってるパーティー使うわ。めちゃくちゃ使い心地がいい、すごいお手軽パーティーなので。もう一個のパーティー何が見たい？オッケー、良い宮ね。良い宮ってコメントが見つかったので。じゃあ良い宮にしましょうか。宵宮使うときベネット必須です。で、まあ、本気出すならイエラン。でもそこそこでいいならユクワキ。イエラン投げるか。ラスト一人どうしよっか。こういうときは勝利ですかね。勝利か、ウンキンか、ミカか、カズハか、みたいな感じだね。宵宮パーティーは。そう、宵宮はね、吹っ飛ばされたくないので。とにかく通常攻撃をひたすらクリックしたいので。宵宮はね、そんな耐久が高いわけじゃない。HP も防御力も少なめだから。そこを勝利で守ってあげるっていうね。前半に帝王がいるから、前半がアヤトかな。後半コペリウスいるから、後半ヨミヤかな。そう、ゲランのダメバフ、まあ、サイコロのバフもちゃんと悪さしてるね。さっきのは。序盤からあんな本気出さなくていいや。マグーケンキ相手に。マグーケンキは体力 30% 削ってから、一時的に体力減らなくなって本気モードに入るので、最初はちょっと本気出さずに、これぐらいの柔めの削りで。ウェイ、避けまーす。はいはいはい、入りましたね、無敵モード。あ、カズハでジャンプするの間に合わんかった。さあ、テレポートするのです。テレポートしないんですか？じゃあ、畳みかけちゃいますよ。見て。夜の原源。すぐに直してあげましょう。テレポートする。で、ここでフィッシュル連れてきて、カズハで飛ぶ。ちょっと間に合ってなかったな。カズハで浮いて避けれるの、結構マグーケンキかわいそうだよな。で、お面タックル、いっちゃん弱い技。風の行く先を。うぇーい。そうね、浮いてる間は無敵時間とかないですからね。シンプルにマグーケンキの攻撃が当たってないんですよ、これ。あ、つ、スキルクリタイムだった。マグーケンキ、カズハに弱すぎるんだよな。終わったわ。フィッシュルの添付の優先順位は、スキルぶっぱ。通常も爆発もまあフィッシュル1レベルでいいね。まあ、爆発3とか6まで上げてもいいけど、とにかくフィッシュルはスキルぶっぱだね。フィッシュルは元素爆発ね、あんま大事じゃないです。元素爆発はオズを置くための爆発みたいな感じ。あ、やば、7万とか出るわ。えぐ。これが良い宮ですよ。蒸発反応かまして。ベレットで攻撃力上がってる状態の良い宮止まらんな。シールド貼って。糸よ工作せよして、ベネバフかなの、これで相手の攻撃避けないで、勝利のシールドがあるんで、相手の攻撃避けずに13万2000ダメージ。バグってる。ここまで火力良い味が出るようになったら、まあ気持ちいいね。天丼万象、天丼万象。
あ、エネルギー溜まってるね。どの目が出るかしら。リゲランの貫突効果を5回まで使ってからスキル発動。いや、これが楽だわ。フィッシュルの爆発無敵時間ないの納得いかん。あ、そうね。まあでも確かに。無敵時間、カットインないのは確かに。ちょっと辛い時ほんまにきつい。わかるわ。安らかに。水元素の拡散、できろ。ナイス。勝ったな、これは。水元素の拡散ができた。あとはもうこれで超回復起こして勝ちじゃね。ほら、カニちゃん。カニちゃん、お前はもう死んでいる。フィッシュルの超開花と、アヤトのひたすら強い通常攻撃と、薬術がもたらす草元素の波状攻撃を食らうがいい。結構カニちゃん火力あるね。さあ、苦心寒雷です。フィッシュルクールタイム長い。そこを元素爆発で消す。フィッシュルの元素爆発のクールタイムは長いけど、スキルのクールタイムは長いんですけど、爆発使えば、スキルのクレタイムとは別でオズを置くことができるので、まあ、そのための爆発って感じがするな。もう勝ちでしょこれ。楽や。左クイックおしっぱでいいもん。何も考えない脳みそ空っぽ。もうあやと楽や。はい、ネクスト。ワイヤーかけて隕石落として、で、ベネットでバフかけて、糸よ工作せよして、とりあえず貫突効果雑に使ってから、よいみやゴー。あ、ブリーチャープリズムさん、こんにちは。自分よいみやって言うんですけど、通常攻撃の火力にちょっと命かけてまして。もう瀕死やね、一人。天丼ここにあり、シールド長押しをミスった今。イエラン入れるか。スキル当てて爆発切って、ドド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 ド強フィッシュルと八重巫女の違いを教えてほしいです。フィッシュルと八重巫女の違いで一番強烈なのは、フィッシュルはオズが狙ってる一人に特化してひたすら攻撃するのがフィッシュルやね。で、八重巫女は散らばります。あの範囲内のとこに対してランダムで散らばるのが一ちゃんの大きい違いかな。だからトータルで見たら雷付着回数とか変わったりとか、激化を起こせる回数が変わってきたりはするけど、まあでもフィッシュル強いけどね、うん、フィッシュルがクソ強い。八重巫女はなんか高級フィッシュルって言われてるね、うん、フィッシュル実のところ星 4.3 ぐらいの強さあるからな。ヤエミコはまあ 5.0 やね、ちゃんと。ヤエミコは星5キャラ、フィッシュルは星 4.3 ぐらいの実力あります。普通にねえ、ヤエミコは星座進むと、あのちょっと星座で特に強さが全然変わってくるキャラなんで、貫突ヤエミコとかは星 7.0 ぐらいありますね。燃料切れだ。ああ、燃料切れか、つらいな。はい、超回か。ああ、つらいな、温度が低い。さあ、苦人観雷です。オッケーオッケーオッケー。雷変化できたから、オズが時間切れても超回か起こせるぞ。カズハの熟知で、カズハの熟知で超回か39000ダメージ。ウィウィウィ。あ、フィッシュルが超回か起こせる強い。いいよね、カズハ。カズハで劣化火起こしたり超火火起こしたりするのも強いんだよな。今のはカズハで雷変化を起こして、風キャラの元素変化って、要はカズハが雷変化したら、カズハが風元素も雷元素も両方出してることになるんで、カズハって熟知1000ぐらい盛るじゃん、基本的に。熟知1000ぐらい持ってるカズハの熟知で超火火が起こって39000ありましたね。やばいね。ワイヤー当たってないんかい今の。難攻不落。あー、気持ちよかった。火の用心、めっちゃくちゃシールド割れるの早いな。相手の攻撃避けなくていいからね、勝利いれば。いやー、いいねー。痛がっちゃいやよ。爆発たまる。で、ベネットでじゃあシールド削っちゃいましょう。ベネットの元素スキルは 2U なんで、スキル2回でコペリウスのシールド剥がせます。135000。あ、気持ちよすぎる。イージー。やっぱヨミは単体に対してはほんまに
一方的なゲームをできるな。いいな。ヨイミヤってなんか使ってる人ガチ勢多いイメージで好き。なんかわかる気がする。なんかヨイミヤ好きな人はなんか絶縁揃っててもなんかずっと締め縄揃えるために回ってそうなイメージあるわ。